イヴァン・リンスは、ブラジル出身のミュージシャン。ブラジリアン・ポピュラー・ミュージックやジャズ界で、主に活動している。初期のヒット作である、マダレナは、1970年に、エリス・レジーナによって録音されたことでも有名である。彼の曲は、カーメン・マクレー、エラ・フィッツ・ジェラルド、サラ・ボーン、クイーン・シー・ジョーンズ、ジョージ・ベンソン、マンハッタントランスファー、ダイアン・シューア、ナンシー・ウィルソン、 イリアーヌ・アライアス、パティ・オースティン、トゥーツ、シール・マンス、テイク・ロク、リー・リトナー、デイビッド・ベノア、マーク・マーフィー、デイブ・グルーシン、セルジオ・メンデス、マイケル・ブーブレ、スティングなどを含む多くの著名ミュージシャンにカバーされている。リオデジャネイロに生まれる。海軍技術者であった父が、リオの士官学校での研究を、マサチューセッツ工科大学の大学院で行ったため、 幼少の頃の彼は、数年マサチューセッツ州ボストンに暮らす。帰国後、リオデジャネイロ連邦大学で産業科学工学の学位を取る。音楽活動を開始する以前は、バレーボールの道へ進もうとしていた。イヴァン・リンスは、数あるアルバムを出しているが、彼の書いた曲の中には、ラブダンス、コメサールジノーボや、ベラスイサーダスなどのように、北上して、 アメリカジャズ界での地位を獲得したものもある。1990年代初期、リンスはリプリーズレコード、ワーナーブラザースレコードでのレコーディングを行ったこともある。ジャズフュージョン界においてもセッションマンとして活動し、1980年代中頃にはデイブ・グルーシン、リー・リトナーと共にアルバム、ハーレ・クイーンを録音している。また、 テレンス・ブランチャードが1996年に発表したイヴァン・リンス作品集ハート・スピーク・プレイズ・イヴァン・リンスでは13曲中10曲にゲストボーカリストとして本人参加した。2014年に発表されたシーナ・リンゴのオリジナルアルバム日出所に収録されている楽曲赤道を越えたら s キャットを提供した。ありがとうございます。